政令指定都市中核市公示特例市特例市とは日本の地方公共団体のうち法定人口が20万人以上の要件を満たし地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた市のことかつてあった大都市制度の一つで2015年に制度としては廃止され廃止時に 特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は、市工寺特例市と呼ばれ、中核市移行に再始経過措置が取られている。特例市制度は2000年4月1日から施行され、同年11月1日から2014年4月1日にかけて指定がなされた。これにより、日本の大都市制度は、政令指定都市、中核市、特例市の3段階となった。 これらはいずれも都市の規模に応じて都道府県の事務権限の一部が市に移譲される制度で特例市には中核市に準じた事務の範囲が移譲された特例市の指定は関係市からの申し出に基づき市議会及び都道府県議会の議決を経て政令でなされた一度指定されると法定人口や推計人口が減少して20万人以下になったとしても指定は解除されず また、法定人口が30万人以上になった場合でも、自動的に中核市に昇格するわけではなく、中核市指定の手続きを改めてすることになっていた。特例市と中核市との区別をなくそうという意見が、中核市市長会と全国特例市市長会の双方から出されており、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた。その結果、 二千十四年五月二十三日かけず、成立の改正地方自治法により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件を二十万人以上に緩和し、双方を事実上統合することとなった。改正法施行の時点で、中核市に移行していない特例市は、制度上は他の一般市と同格となり、仮に人口が二十万人を超えていても、中核市指定のためには、 改めての手続きが必要となっている。ただしこれらの市は、施工時特例市に指定され、経過措置として、従来の特例市の事務権限を引き続き保持できると、ともに、前述の改正法施行後5年間に限り、人口が20万人未満になったとしても、中核市に移行できるものとされている。この中核市への移行についての人口特例は、期限が延長されずに2020年に終了している。 事務権限については期限はないので2020年4月以降も変更はない。ただしもともと特例市の制度は一律に権限の異常がされるのではなく、個々に異常の範囲が決定され、施行時特例市は地方自治法の一部を改正する法律不足第2条に施行時特例市が処理する事務に関する法令の立案にあたっては同号に掲げる。 規定の施行の際施行時特例史が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることが内容配慮と規定されることにより個々の法令ベースで規定されている。なお、施行時特例史の施行時とは制度廃止の施行時を意味する。戦術の通り制度施行時からの特例史は存在しない。法令上は中核史が処理することができる事務のうち 都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のものを処理すると定義される。行政分野ごとに個別に見ると、特例市は環境保全行政、都市計画行政の分野において、中核市に近い権限を持つことになる。中核市との大きな相違点としては、民生行政、保健衛生行政、地方教育行政に関する事務などが挙げられる。特例市に指定されると異常を受けた。 事務権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。特例市に移譲される権限は、すべて列挙すれば1000件程度に上るため、ここでは主要な権限のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも、標準的な特例市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、さらに多くの権限を移譲することも可能である。 特例市制度廃止時点に特例市に指定されていた市のうち、中核市や政令指定都市に移行していない市。2021年4月1日現在、以下の23市が施工時特例市に指定されている。指定解除日が2015年4月2日以降のものは施工時特例市からの解除。それより前のものは特例市からの解除。ありがとうございます。